で、この池、色がついてるんです。見てください。おはようございます。2日目の朝です。天気は、曇天。いや、曇り、いや違う、曇りじゃない。降ってる。降っております。さあ、私の旅らしくなってきました。今日はですね、このまま南下してですね、札幌の方に向かおうと思います。頑張ります。羽幌の町を抜けて海岸に向かってます。昨日タンチョウズルがいたので、いるんじゃないかと思ってましたが、やっぱりいました。ペンギンです。これです。でかいです。これはですね、羽幌町のマッドサイエンティストの実験によって生まれたでっかいペンギンです。ここはですね、今日見たかったポイントの一つ、オゴロンラインといいます。このようにですね、日本海の沿岸沿いをひたすら走るルートなんです。相当気持ちいい動画なんですが、私にとってとっても気持ちがいいのが、ほらこの奥、晴れてきてます。珍しく天候が味方してます。頑張ります。ここはですね、深川留萌自動車道という高速道路です。割とこの自動車道パーキングなくてようやく止まりました。でね、ここはね、これなんですよ。こう読むパーキング。埼玉にさ、秩父ってあるんですけど、その後ろに別っていう字が書きます。でね、これ秩父別かと思うでしょ。でも違うんです。じゃあなんて読むんでしょう。これはね、例えて言うならね、アメリカに初めて旅行した時にレストランで、ん、おかしいじゃん、ハンバーガー10ドルのはずなのになんでお会計12ドルなの、なんで12ドルで2ドル足されてんの、そっか、チップ別なんだ。お後がよろしいようで。よろしくないですね。旭川に入ってきました。大都市ですね、もはや。外に行列するんじゃなくて、このようにね、プレ待合室みたいなのがあって、この中で待機して呼ばれていくんです。やばい、うますぎた。うますぎちゃうことあるんだね。いやー、有名な旭川ラーメンですけど、その中でも多分一番有名じゃないんでしょうか。あ、マジでうまかった。なんかね、うわ、めちゃくちゃめちゃくちゃ凝った素材を入れてるわけじゃないような感じするのに、うん、すごく深い味でした。いや、ここはね、ぜひおすすめです。旭川に来る人はみんな来てください。ビミでした。ごちそうさまでした。なぜ一緒で行った、実はここだ。美瑛富賀野地区に入ってきました。丘が綺麗、すごい綺麗。色彩の丘という場所です。行ってみます。ここはですね、美瑛とか富賀野によくあるですね、丘陵地帯を使ったですね、花畑、超綺麗な花畑のとこなんです。ただすみません、実はここ私的に結構おすすめで、実はここで来るの3回目なんですよ。だから視聴者の皆さんにも見てほしかったんですけど、この花畑見てください。枯れ草、そりゃそうですよね。今もう
まもなく11月ですから花なんかあるわけないんだよね。ここはね、一面すごく綺麗なね、花がね、色とりどりの花が植わってるんですが、本来は間違えてしまいました、空時期を。ほーらほらほらほら、一面花なんかないよ、あっても緑だよ。そうか、おかしいと思ったんだよな。入場料かかるはずなのに、そして駐車料もかかるはずなのに、冬期間は、冬の期間、冬季は駐車料も入園料も無料って書いてあって、えっと思ったんだけど、こういうことですね。そりゃそっか。いやショック。実はここバギーに乗れたり高出力のカートに乗れたりするんでおすすめだったんですけど、両方ともやってないそうです。残念。もう見慣れちゃいました、キツネ程度では。富良野のそばの白金という地区の、池を見に来ました。行ってみます。で、この池無色透明じゃなく色がついてるんです。見てください。そう、完全に黄色、いやブルーです。ブルーなんです。なのでこの池の名前は青い池と言います。直球です。こんな車があると言いながら、あると、スズキにはワゴンも R でワゴン R と同じです。ネーミング方法は青い池。いや、しかしこの池の青さは優秀ですね。前回の北海道ツアーで訪れた阿寒湖のそばの御根島、あそこもブルーからですね虹色に変化するっていう話だったんですけど、実際に見に行ったらその日は変化してませんでした。しかしここはどこを見ても真っ青、いつでもどこでもですねアベレージ以上の数値を出してくるあたり、さすがでございます。日本車のようでございます。一方御根島、たまにすごい綺麗さを出すんだけれども、いつも発揮するわけじゃないっていうのは、ちょっと前までの板車みたいですね、御根島はね。水の色は全然違うっちゃ違うんですけど、なんかこれサードインパクト後の世界みたいですよね。これ木がぶっ刺さってますけど、これ使徒やっつけた時の火柱みたいな、十字の火柱みたいな感じです。すいません、ちょっと何のひねりもないレポートなんですが、あまりにも良すぎて降りちゃいました、車。何がいいか、景色、これやばくないですか。これ富良野の市街地付近なんですけれども、この景色ね、やばいっすね。と、完全にちょっとひねりがなさすぎるので、何かスパイスを加えます。うんこうんこ。いや、初日の直線すごいって言いましたけど、電柱とか看板がないからすごいって言いましたけど、でもやっぱこの市街地付近で、これ奥、これマジで地平線まで行ってんじゃないですか。これズームしてみましょう。ズームズームズーム、ほら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 、すっげー。で、これがこのまま後ろの方に行ってもスケール感が違いますよね。こんだけ広い土地で育てばビッグな人間になりそう。進撃の巨人ぐらいの。いや、今急にビクってしたんですけど、実は Google の情報をもとに今ご飯屋さんに向かってるんですが、これ開いてない可能性ありますよね。いつものパターンで言うと Google 情報を信じていくと。いや、これね、本州でGoogleにやられる分にはしょうがないと思うんですけど、北海道だとこれ今30キロ走ってるんですよ、前の地点から。これでやってないと厳しいっすよね。という、これが不覚にならないことを祈ります。もう少しで着きます。いや、心配だな。あと200メートル、この砂利道に入るところの看板とかもなかったっすね。
うーわ、これはやってー10月2日で終了ですって。惜しい。今ね、今日はですね10月の30日です。惜しいですね。あと28日前に来れば。惜しくないですね。つーあ、しかし、いや本当ね、直前まで気づかなかった。あ、そういえば営業してるかななんて思いもしなかったですね。ここね、結構山の上なんですよ。ほら見て、わざわざ来たんですが、いやマジで見て見て、これこれ見て、これほらほら見て見て、さあ今1時37分です。今電話したが、富賀野市で一軒ジンギスカン営業してます。ただし今日で営業が終了で、しかもあと10分ぐらいで肉がなくなるそうです。これから25分かかるんですけど、試してみます。あと 2.3 キロ、4分。でもお店の人が行った時間はもう過ぎてるので、肉はない可能性がありますし、店自体も昼の営業が終わりそうです。なんか間に合ってくれていいんだけどな。なんでやねん、この直前で道を間違えてしまった。あー、着いたっぽい。ここだと思う。やばい、今1時56分でラストオーダーに2時って書いてありましたね。ラストオーダーまであと4分。なんとかギリ人情で入れてもらえるか。なんで最後の最後にこんな崖が。やっぱこけそうでした。すいません、すいません、本日の方に。もう、あ、わかりました。あー、残念。どうでした？まあラストオーダーにはもしかしたら間に合ったのかもしれませんが、肉がなくなったそうです。でもそうかもしれない。普通の日だったらまだあったんでしょうが、今日で今年の営業が終わりなので、在庫全部吐き出しちゃうわけですよね。いやー、ちょっときついっすね。はあ、ちょっと気合が入らない。まあでもしょうがない。次なんか目指します。まあ言うても富賀野は市街地ですから、代わりのご飯なんていくらでも手に入りますよ。というわけで店に着きました。寄ったのはですね、みんな大好きセイコーマートでした。ジンギスカン2連敗の後にですね、買ってきた飯はですね、アンパンと牛乳です。いや、さすがにね、さすがに今回のこの2連敗は応えました、自分の計画性のなさに。そこでこのミスをここに刻むために、この富良野近郊であんまり素敵なところで食べたりとか、うまいもの食べてもあれなので、これがうまくないってわけじゃないんですけども、全く自分が食べたいものではなかったものを食べることによってですね、
脳に刻もうと思います。うん、北海道産の小麦使用です。札幌に向かって南下しております。すすきのの市街地に入ってきました。札幌の中心部すすきのです。さあどんなもんでしょうか。ダブルのシングルユースだと思うんですが、ほら、かわいい。そしてこれと、お、まだ日が完全に落ちてはいないですね。これがすすきのの街です。おっちゃん世代にはですね、竹ちゃんマンの歌で有名なすすきのです。シャキン、ベッドの硬さを赤身とか中等大等で確認、冷凍マグロチェック。あ、柔らかかった。中等です。珍しい。でも柔らかいけどコシもある。さあ、そしてユニットバスは FUTU 普通。ああ、でもなんかトイレとかかっこいいな。シンクもかっこいい。これイーロン・マスクがこの前これなんか持っていきましたね。すげえ滑ってましたけど。すすきの名物の電車なんだけど、タイヤで走る地下鉄に乗ります。北海道産豚の串揚げ、これがめちゃくちゃうまい。続いて北海道の焼き鳥、これが信じられないんですけど、これもめちゃくちゃうまいんです。笑っちゃった思わず。で、北海道産のアスパラ、これがねビビる。マジで超甘うま。やばい、この店マジ最高、超うまい。そして調子に乗ってジンギスカンのリベンジです。ジンギスカンの店なんですが、超マニアックな店に着きました。メニュー渡されず、200グラムでいいって聞かれて、入っていいしかありません。楽しみ。ここ新鮮そう。あとご飯でも大丈夫ですか。あとね、できるまま先。ゆかどこに出てる。キムチも半端なくうまい。嘘でしょ、臭みがないとこが柔らかすぎてビビる。肉が甘い、そして玉ねぎもめちゃくちゃ甘い。いや、昼食べれなかったですけど、昼食べてたら夜ここで食べなかったんで、結果的に良かったと思います。あのね、いや、ジンギスカンがうまくなったっては言いますけれども、こんなにうまくはなかったはず。すっげえうまかった。だってさ、野菜が甘いっていうのはよくあるんだけど、肉がめちゃくちゃ甘いんですよ、柔らかくて。信じられん、超うまかった。
ただ安くはないです。 100g 1500円ぐらいなんで、だけどその価値ありでした。美味でした。いや満腹でございます。帰ってきました。いやというわけでね、1軒目の居酒屋も激うまでした。やばいっす。ただこの1軒目の居酒屋なんで行ったかっていうと、実はですね結構有名な回転寿司の店があって、そこで待つチケットを取って1時間から1時間半って話だったんで、その間小腹を満たすために行ってたんですね。ただ結局ね2時間待ってもね、その寿司屋自分の番号来なかったんで、もう諦めてそこでジンギスカン屋に行ったっていう話なんです。ジンギスカン今思い出すだけでもよだれがすっごい出てきます。あともう服完全に煙です。まあでもしょうがない。いやでも超うまかったっす。というわけでススキのやばいっすね。何食ってもうまい。なのでこの日本縦断企画、明日また1日かけてここからですね函館まで行きますけれども、とりあえず今晩はこの後寝ちゃいます。大変美味でした。ごちそうさまでした。